こんにちは。セーサーシャネル、アナとレンとアキとカズです。じゃあニュースいきましょう。今日はありますね。なんと来月の1日、2021年のなんか1月の1日から国際空港、ヤンゴンインターナショナルエアポートが再開しますって。これは決まった？再開するって言ってる、はい、する。再開するように頑張るではない？頑張る。21日にビャンダムピュロミアクエンピュミだから、ギリギリクエンピュミだから、あのできますよという、あのなんだか約束だけど、発表は出てない。発表が出てないですけど、あの約束しましたみたい。そうそうそう、まあそれになるように動きますよってことだね、はい、12月の30日まではなんかどうでもやると私は思ってるんですけど、今なんか今ドキドキしてるのはなんか1月のこと、来年の1月のこと、うん、どうしたのはどうなりますかという、あ、続けるか、はい、この条件を、ね、でもさ、まあ、ちょっとずつ死亡率下がってるじゃない今。まあ、どういうふうにね交渉していくかっていうことになると思うけど、はい、ドキドキだね。ね、なんかその世界の流れっていうのが、あの PCR の検査もそうだけど、プラスワクチンになってきそうで、ちょっと怖いなっていう。そうなのよ、流れがいいのかなっていう、悪いのかなっていう。まあ何はともあれ手洗いうがいをしっかりしましょう。みんな忘れてるでしょ、手洗いうがい。しょうがないです。手は洗うけどさ、うがいする人全然いないからさ、周りに。うがいはね、ご飯、食事の後にはうがいしますよ、うがい。外から帰ってきたらうがいしようね。いや、しない。今まで私、それやったことないですよ。大事だよ。外でさ、いっぱい空気吸うからさ、その後に喉にくっつくからね。わかりました。ミャンマーにはね、大きな、なんていうか、地震。あるかもしれませんと言いました。アンナの予言、ヒャンゴー、マンダレー、サガイ。もう最近そう、私の特技なんですけど、はい、何でもかんでも電波不良に繋げるんですね。あの Wi-Fi 調子悪いでしょ。悪いね、はい、まだ今日も調子悪いじゃない、はい、それはもしかしたら地震の影響がとか。なんでもないです。そう、あーってありがとう、みんな優しいな。新聞に出てました。新聞に書いてあった、はい、アンナ先生はいつだと思いますか？はい、わかりません。そうだな、怖いな。あ、それもあのヤンモンですごくあのなんだっけ、ヘビたくさん出てるのは、あ、それとか関係あるかな。あるかもしれないよ。最後の地震50年以上から、もう今の時期は本当に大きい、あ、大きいと。そうだね、全然大きいのないかったもんね、はい、この前私たちあのママが覚えてる地震、はいはいはい、あれは 4あったのかな。そんなになかったでしょ。3ぐらいじゃない。結構揺れたように感じたけど、多分建物の作り、建物のせいだから多分ね、震度自体はそこまで、地震自体はそこまで大きくはないと思う。あ、わかんない。でも日本人はほら地震に慣れちゃってるから。そうですね、はい、いや、はい、私もあの覚えたやつはなんか合ってるか、ちょっと合ってるかわかんないですけど、でも大体3ぐらいって噂されてたような気がする、うん、場所によっては4あったかもわからん。そうそう、うん、あ、うん、はい、そうですね、7だった。あ、いや、そう、本当に怖いね。い怖い、あの時でも建物何個か斜めになったりしたでしょ。そうです、はい、ね、タンゴイマの先生の、ね、こればっかりはちょっと自然のものなのでね、止めようがないじゃない。だから起きても大丈夫なように蓄えとかね、準備をね。そうだね、はい、しとこうね。シャンゴーマンダレーネピロバコミャンマー国で、うん、大きいね、全部大きな場所で、まるで狙ったかみたいな。あ、もしかしたら。やめましょう、全部言って、ね、はい、ロシアのハッカーがアメリカの政府機関にっていうのを読んで、あ、これはもしかしてサイバー戦争。
全部そこにつなげるんで、今私の脳みそは。もうこのオンラインのね時代にそういうのちょっと考えないとね。ミャンマーもほら、ね、もう簡単にミャンマーの政府のデータとか取れそうだからさ。簡単に取れそう。セキュリティとかちゃんとやってなさそうだから。で政府もさ、G メール使ってるから。あれめっちゃ面白かった。あれだよね、みんなはさ、はい、あれだよね、あの俗に言う日本人が言うガラケーっていうのを知らないんだよね。ガラパゴス携帯。写真送るわ。はい。この間カズさんがすごい懐かしいこと言って、私はあの後一人でテンションめちゃくちゃ上がってましたからね。あ、そうなの。懐かしいと思って。ガラケーですよ。今はみんなスマートフォン使ってるでしょ。うん。はい。これ。日本はねオリジナルの携帯電話を使ってて。あ、カウポーに電話な。そう。私大好き。前私使いました。あ、使ってた？あ、はい。はい、あ、懐かしい、これウィルコム乗ってるじゃん、懐かしい。ヤンマーにもサムサンとかあるでしょ。ノキアとか。ノキア、サムサンとか、そう、大体はサムサンの方が多い。あんまり使ってる人いないよね、これ。あ、おじいちゃんたちは使ってますよ。日本と一緒で可愛い。まあ、10年前とかだとそれをなんか使える人って、ああお金持ちいい、かっこいい。あ、そうですね。あの子供の時あのなんかおもちゃ、あ、はいはい、はい、あのおもちゃでなんかすごく遊んでた。ボタンを押したらなんかいろいろな歌が出てくる。はいはいはい、はい、そうそう。もうあの私やりばで、あいやいや私。あ、そうそうそう。あいやいや。何の歌だっけそれ、なんだっけ、超懐かしい今。ダンスダンスでレボリューションとかで流れてる。そうそう、昔の10年前は本当に有名な歌ね。それはそうですよ。あいやいや、そうそう、超懐かしい、本当に大好きかった。あのバタフライっていう曲ですね。あー、バタフライっていう曲なんですね。やったー、すごい、まさかのこの世代も国も違うのが一個の曲で。じゃあ、JICA の話をしていきますか。ウイルス検査薬や貯水タンクを提供。おうおう。国立衛生研究所にって書いてありますね、ミャンマー。ああ、ミャンマーの。ヤンゴン郊外に手洗い用の貯水タンクも設置した。あ、本当に。日本たくさんあの寄付しましたよね、今回のウイルスで。はい、何回も何回もありがとうございました。あ、いえいえ、とんでもないです。まあ、NHL のね、あの、はい、ナショナルヘルスラボラトリーで今あの PCR 検査を受けに行くことができるからね。 PCR 検査って1人いくらなんですか。16日から国内線 OK ってやつには1万チャットって書いてあったらしいんですけど。そんな安いかね。そんな安いですか。ですよね、もっと高いですよね。それだとみんな旅行行っちゃうよ。わかんない、これほらミャンマー語だからさ、あの、はい、Google 翻訳だから。そこに行けばあの PCR 検査できるから。はい、まあお金ちょっと高い、確か高かったはずだけど、あの普通はね、病院に連れてかれちゃうからね。病院であの検査することになるんだけど、病気じゃないよ、ちょっと検査のために必要だよって時はこの辺に繋がるかなきゃいけないね。ラムウ、はい、ラムウ、ラムウ、お菓子。どんなお菓子。え、どんなお菓子、名前はラム。でも美味しい。ポテトチップスみたいなやつなの、それともチョコレートみたいなやつなの。どこがこの有名な、何ですか、お菓子みたいな。月餅ですね。あ、月餅、やっぱり。すごい、月と中国だけで月餅が出てくるのがちょっと面白かったですね。あの 月は丸いだから、月みたいなあの丸くやってたので、日本語での月はミャンマー語ではラ。月みたいな丸くやってるやつをラモンと言うんです。それはさ、その、なんていうの、中国から入ってきたの、それとももともとミャンマーに
似たようなのがあったの？中国から入ったラーメンとミャンマーのラーメンは違います。あ、違うんだ。はい、値段も違います。あ、値段も違うし、あの、はい、なんか材料とかも違います。中国のラーメンは大体あの広告みたいに、なんか絵みたいな飾ったり花みたいとか上にね、ちょっと熱いです、はい、だけどミャンマーのラーメンはマンダリンのお菓子ですごく有名で、あの、はい、薄いし、あの中にはあの豆とあと砂糖とかと、はい、入ってて、あの薄くて、あの、うん、甘いです。へえ、薄く薄いんだ。全然今想像ついてないや。あとで調べて写真を撮りますね。お願いします、はい、へえ、ラーモンね、知らなかった。そう、これミャンマーでも買える？でも、買いますよ。ヤンドンでも買います。普通に買います。あ、そうだ、ミャンマーって聞いたね、私。もミャンマーの聞いてるのに、ごめん。ラウェイ。ラウェイ。ラウェイ、そう、ラウェイも、はい。ラウェイってミャンマーの爆戦ですか？そうだよ。今、ほら、ミャンマーの話してるから。ラウェイ、ラウェイ。ミャンマー語で書くと、レだけどね。レ、あの、手で温かくやつだから。ラウェイは、うん、手で、ボクシングするかな。テレボクシング、まあそうだね、何でもありの格闘技ですね。頭突きもしていいんでしょ。頭でガーンって叩いてもいいし、膝で蹴ってもいいし、何でもいいんでしょ。はい、うん、いいです。3本で1度で、あの大体は3回、3本3回で、うん、 1回目で終わったらでもいいし、2回とか3回で決勝が分からないだったら2人とも決勝、2人とも勝つ、そういうことになるの。引き分けで両方とも負けじゃないんだ。ラウェイね、今ミャンマーの格闘技として有名になってきたんだけど、あ、いや、そんなに日本では有名じゃないか。あれ、でも有名な日本人いるじゃないですか、ラウェイで。金子先生ですかね。はい、はい、フェイスブックでフランドしてます。あ、そうなの。はい、いっぱいあれです、お店に来てくださったんで。あら、そうですね、はい、その時からフランドしてて、はい、映画にも出てたりしてるよね、日本で。そうです、はい、大活躍じゃないですか。はい、頑張ってますね、金子選手もね。うん、ミャンマー語でポストしたりしてね。そうです、そうです、ね、すごいよね。そうです、そうです。はい、じゃあラウェイでしたね。じゃあ次はムムムセムセムセ、まんま訳してる。まんま、すごい、すごいですね。ありがとう、なんかすごい、ありがとう。すごいね、こんなに褒めてもらえるの。私たちでずっと考える、何もできます。今私がムドンを考えてるんですけど。あ、ムドン、はい、はい、あ、ムセはあれですよ、中国と国境、中国とも国境だし、タイとも国境で、あの、何が多いかというと、なんかタイの、あの電気用品、電気製品が多いです。そうだね、あの辺は。ムドンでもよかったけどね。ムドンって何ですか？日本人だったらムドンの方がもうちょっと似るのかもしれない。ムドン、ムドン、あのね、イルマの建て事っていうのがあります。はい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 、お墓見ました。あれの場所がムドンっていう場所なんですよ。あー、なるほど。アンナがよく詳しいかな、ムドンは。はい、お母さんの場所。そうだよね。そうですね、はい。どんな町、ムドン。どんな町だ、私もムドンあまり行ったことない。あ、ほんと。はい、ムドンはね、ゴムの生産で有名ですね。はい、そうです、はい、あと、日本人が話せるおじいさん、おばあさんがいるんですよね。何、日本語が話せる。あ、日本語が話せる、すいません。昔の、多分今なんか90歳とか90歳上の人たちと日本語が少し話せますね。そう、おじいちゃんおばあちゃんが日本語喋れてさ、あとなんか日本の軍が持ってた刀とかも置いてあって、はい、でね、なんか持ってくるさ、日本刀にさ、はい、これ日本の刀だろうって出されるのに、絵の部分にね、ジャパンって書いてあるんだよ、はい、絶対日本じゃないじゃんね。ジャパンって言わないからさ。ムセ、ムドンだね。なんかいいじゃない、2つ出しても。じゃあ最後、ウ。ウーペインダダ。あ、いいじゃん、ウーペインダダ。ウーペインダダ、そうですね。ウーペインダダ、はい。これは橋の名前ですね。どこにあるの？
マンダレイ、マンダレイと近いところ。今の時期ですか、旅行するたらね、いい場所。そうだね。夕日がすごく綺麗に映るところだね。はい。そうです。湖の上に。ああ、はいはい。反射する綺麗になるんですね。そう、橋がずっとかかって、反対側まで歩いていけるんですけど、アンナ行ったことある？ないです。あら、ないの？私は今年は行くと思い出すけど、来年から旅行いっぱいするかもしれません。行けるように頑張りたいね。頑張りましょう。大好きこの言葉。本日も動画を見てくれてありがとうございました。もしよかったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとリエンド、カズでした。カタン。